ムラパカマル陽介ケイスケつばさ天智大輔すき焼きラキラキカットスカイラキすき焼きラキすき焼きラキラキやだよかったっすね今ライナーでいきましたね毎回俺がなんかバーっていくとみんな困るもんねライナーよかった大輔って来ましたもんねさあ今回も大輔さん来てくれてますさらばありがとうございます。お願いします。はい。今日みんなのこと僕呼んじゃいまして、はい、まあさっきほらペッパーランチ食べたその日の撮影してますけど、はい、ちょっと私ねやりたいことと、はい、そしてソフィーからこういうのやったらいいんじゃないのっていうことをいただいたんで、はいはい、ちょっとねみんなにこれは宿題という形でこれはオープニングでしたなの。その次みんなが撮ってもらった後これが使われる形になるんですけど、あなるほど。ねソフィーからみんなのルーティーンを取ってきてほしいと朝起きてから仕事行くまでとか、うん、仕事帰ってきてから寝るまでのルーティーン、うんうんうん、あ、モーニングルーティーン、ナイトルーティーンモーニングルーティーンモーニングルーティーンとナイトルーティーンっていうものを自分なりに撮ってきてほしいんですなるほど iPhone でいいので、はいそれは動画世の中にいっぱい出てるので、はい、あこんな感じで撮ればいいんだっていうのが分かると思います、はい、なので一人一人モーニングルーティーンとナイトルーティーンを撮って、トシキに送ってほしいとで、俺とてっちゃんと翼に関しては編集ある程度できるので、うんカッティングとかちゃんとした上で渡してくださいとなるべく、うん、南さん何もできないんで素材をね俺も素材で勝負素材で勝負素材でしょ年怒っていいよちょっとぐらいやれる編集せえ編集だけやっていうものをね、まあ、ソフィーから聞いたらそれを結構みんな知りたいっていうこともあったので、うんまあ、一人一人ちょっと、作ってもらおうかなと、はいねんのかい。うん、これ大事よね。うん、これ大事。もうベッドメイキングする。おお、おお、20点。ありがとうございます。テンション低いな。木原哲司のモーニングルーティーンですか。元気よくやれ。何時？8時43分。大体、私朝起きたらまず YouTube つけて喋れやおしゃべれ優雅な BGM 流してるけど喋れ優雅じゃないよで、お水飲み終わって
風呂に入ります。風呂入りながら見ろよ。ほな風呂していきます。では朝風呂に行こう。朝風呂してきて、スキンケアが無印の導入化粧液です。いる？いる？顔になじましていく。ないないよ。余ったやつ大体こうすぐ出てくる。ピンっていうやつのオーストラリアのやつだったかな。オーストラリアのメーカーのやつだったと思います。本当にちょっとです。いろいろあります。しれっとなんかオイルもあるし、いいテロップだ、アイクリームもありますけど、おう、まあ、基本これですね。でここにニキビあるじゃないですか。もう今でもあるね。これもう長いね。困ったらこれです。オールナイン無敵です。わかる。上にニキビパッチなり絆創膏貼ってマスクして終わりですね。で、これから、髪乾かして散歩に行ってきます。もったいぶんな。まあだいたい起きてちょっと経ったら、まあこうやってちょっと川の近くまで来て声変えんな、まあ、ウォーキングをしている感じですかね。何人今一瞬声変えた、はい、イケボみたいな出そうみたいな感じで声変えた。綺麗だよね。おすごい、まあ、ちょ映すところがちょうど割り案悪いかもしれんけど、そうですね、まあ、大体、まあ、2、30分ぐらいプラプラ歩いて、お家帰ってみたいなを変化としております。もうすごい晴れやかな顔で言うな。結構いい気持ちなんよね。天気がいいと、いい画角よね。いらんもんね、これだけでいい。綺麗ということで、佐々木原哲司のモーニングルーティンでした。あ、イヤホンしてるからバイバイできない。知らん。撮影なくなったなって電話して、その後南さんってどんな行動するんだろうねっていうのを撮っていきたいと思います。尾行です。ちょっとめっちゃ申し訳ないんだけど、なんか翼もてっちゃんも今日きついらしいんよ。なんか急遽ちょっと来れなくなっちゃったみたいなこと言われて、俺も撮影入っちゃって別で、マジごめん。え、待って、ブランコ座ってる。次回も気になるな、ほんと。お楽しみに。